ははいこんにちは、えー、シュンです、えー、今日はね「会いたくなる男性心理」って、まあ、また「会いたくなる女の特徴7つ」っていうね、まあ、タイトルで記事あるんで読んでいくんですけども、まああのー、まあ男友達女友達も「会いたい会いたい」ってあるしもちろん異性ね男性は女性に女性は男性にみたいな「会いたい会いたい」みたいな「寂しいよ」とかねいろいろ。 ね好きだから会いたいとかっていろんな理由あると思うんですけどやっぱ会いたくなることってありますよね、えー、そんなねこう心理とか、えー、どうやったらいいのかとかねなんかいろいろ記事あったんでね読んでいきたいと思います、えー、好きな男性には自分にまた会いたいと思ってもらいたいですよねとはいえ思うように男性から連絡がなくもやもやしている女性ももっと きっと多いはずでは男性が会いたくなる女にはえど,どうすればいいの今回は女性に会いたくなる男性心理とまた会いたくなる女の特徴を紹介しますってことでね、まあ、バーッて項目あるんでちょっと時間そんなに長くなりすぎずやりたいと思います。バーッといって「男性の本音好きな子に無性に会いたくなる瞬間はある,あるか?」っていうことに関して「 ありますって「はい」って答えたのが63%「いいえ」っていうのが36%だそうです。えー、好きな子に会いたくなり5つの男性心理ってっていうのことでねこれもアンケートやってまあ寂しいから自分自身が寂しくなったからとかあと仕事の疲れを癒してほしいからだとか辛いことがあったからお酒に酔ったから。 あとは夜一人で眠る時ふと思い出すからなどなどいろいろあるみたいですね。うん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 。まあ毎日とかねしょっちゅうっていうよりはあのたまに1週間にいっぺんとかねいろいろ多分こう基準があると思いますそのカップル同士でねあの。しょっちゅう会いたいもべったりしたいっていう人もいればいや週に1回会いたいとかいや本当に忙しいから月1回でも2回でも会えたらそれでいいんだっていう。 まあどっちかというとプラトニックみたいなラブの人もいるからねいろいろありますけど、えー、と続きまして男性が会いたくなる女な特徴7つっていうのもあるんでねこれもパーッと読んでいきます、えー、癒しを与えてくれるような女性あーそうねやっぱ優しくしてくれたりとかねい癒してくれる人かわいいとかね癒してくれる人っていうのは嬉しいですね、えー、一緒にいると落ち着けるような女性 うんだいだ大事ですねなんかいてもなんかこう気まずいとかねなんかすごいあその強い系の女の人だったらあれかもしれないけどなんか本若系とかね癒し系みたいな女性とかでいるとねなんか男性の方もねなんかほっとするみたいな感じですね話を聞いてくれる女性 そうだね、こっちも喋りたいしねまあもちろん相手のことも聞いてあげなきゃいけないけどまあ聞いてくれる話したいこといっぱいあって聞いてくれてありがとうみたいな,なんかそういうのも嬉しいですよね聞き上手な彼女みたいなあとはいつも笑顔でいる女の子ね女性ねうん会うたび元気になるみたいなねまあ笑顔の魔力というかね <laughs>、あのー、素敵なことですねあとやっぱりじゃ優しい女性もうこれはもうどの人どの人からね誰だってね 女の子だって優しい男性好きでしょ同じですよ。優しい女性、まあ、こう包まれる安心感とかね、確かにありますね。あとは自分のことを理解してくれる女性、あこれ大事ですね。やっぱり価値観とか理解とかしてくれないとね、仕事遅くなってもとか、あのー、文句言わないとか、いろいろね、こう理解してくれる人っていうのは大事ですね。まあ こう結婚生活とかでもぶつかることあるけどそれも理解してくれる人じゃないと長続きしないよねとかねいろいろありますあとは励ましてくれる女性えー、お互いを励まし合ったりする関係とかね頑張ってとか応援してるとかね大好きだよとかねなんかそんなこと言ってくれたらもう頑張れちゃうんじゃないですかね男性陣もねとかね今4分半かうん <laughs> ページ重いな、まあ、多分もっとこうバーっとあるんですけどもこちらあのマイ,ナマイナビウーマンっていうページで、えー、と会いたくなる男性心理ってっていうのを検索すればご自身でも見れますんでよければ見てください。会いたえー、と男性が会いたくなる4つの言葉ってっていうのでね会いたいとか好きとか寂しいとか、えー、今暇なんだとか 一緒にいて楽しいとかまあそういう言葉かけてあげるといいですよとかねまあ自分も言ったりとかしてね伝えたりしてね言えばいいんじゃないでしょうかってことでねそれがサインですからねみたいなごめんなさいちょっともっと他にもページあるんですけどちょっとパソコンのページは重くてちょっと進まないんでうんこんな感じでね終わりにしたいと思うんですけどもうんうんうんいいと思います というわけで、ね、あの,、ねだそのまあ、男性、男友達しかれ女の子しかれねあの会いたいなって気持ちはね人間の普通の,、ね、あの欲求であることなんでね会いたいな会いたいなとかってねあると思うんでねあの皆さんもねそういうね、あの優しい性格になっておた相手のことを思いやれる、ね、あの素敵な男性素敵な女性になってくるください。 えー、終わりにしたいと思いますけれども、もしね、あの、参考になったなとか、あの、聞いててよかったなとか思っていただけたら、あの、チャンネル登録ですとか、コメント書いていただいたら、と、グッドボタンとか、あの、していただけたら幸いでございます。えー、またね、あの、動画どんどん出しますんで、よければ見に来てください。<laughs> バイバイ。ニコって感じですね。バイバーイ。